はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ロシア石油日量60万バレル停止か。ウクライナの無人機攻撃。アメリカブルームバーグ通信は18日、石油取引大手グンボルの推定として、ウクライナ軍の無人機攻撃により日量約60万バレルのロシアの石油精製能力が稼働停止に追い込まれたと報じた。ウクライナは最近ロシア経済に打撃を与えようと燃料関連施設への攻撃を強めている。ロシアのシュリギノフエネルギー省は20日、今年の製油量は前年並みを維持すると主張した。各地の製油所での事件を受け、定期修理の日程を調整し安定供給を図ると記者団に述べた。このように報道されております。ロシアの原油生産量は2023年はですね、日量1054万バレルとイズベスチヤ氏が2023年9月13日シュルギノフエネルギー省の発言として報じております。つまりロシアの石油日量、これを1054万バレルと考えますと60万バレルが停止と報道されておりますので、約 6% 弱がですね、生産停止になっていると考えられます。これはですね、軽視できない量だと思います。ウクライナ側によるロシアの石油ガス施設へのドローン攻撃は今後も増えると考えられますので、ロシア国内の石油ガス施設への被害が今後さらに拡大することがありますと、ロシアの石油日量がさらに低下停止し、ロシア経済もさらに厳しい情勢に直面すると考えられます。1月から3月13日までの間にウクライナ側のドローン攻撃を受けたロシア国内の石油ガス施設はサンクトペテルブルクの製油所やガスターミナルなど13カ所に上ると報道されておりました。そして3月15日未明、ロシア西部カルガ州の民間製油所と3月16日サマラ州のシズライの製油所もウクライナ側のドローン攻撃を受けたとみられると報道されておりまして、これら数を合わせますとロシア国内の石油ガス施設は15カ所ウクライナ側のドローン攻撃を受けたことになります。ロシア空軍がですね、部品不足などで修理補修などが困難な情勢なのではないかと報道されているのと同じようにですね、この石油施設などの修理にも同じく西側の部品が必要でありまして、その西側の部品というのは現在制裁でロシア国内において足りない状況と、あるいは手に入れにくい状況と考えられますので、そうした情勢がロシアの石油エネルギー産業に打撃になっていると考えられます。こうなってまいりますと、ウクライナ側のドローン攻撃はロシアとしてはですね、石油ガス施設などの修理がなかなか難しい状況なだけに、結果としてロシア軍の補給やロシアの国家財政、ロシア社会にも影響を与えることになると考えられます。またですね、3月18日、ロシアベルゴロドのエネルゴマッシュという企業の工場がですね、ウクライナ側のドローンによるものと見られる攻撃を受けました。地元当局はロシアの防空部隊が8つの航空目標を撃墜したとする発表をしております。工場の従業員の一人が作業場で動画を撮影しましたが、そこにはですね、損傷した屋根と工場敷地内で煙が発生している様子が確認できます。エネルゴマッシュのホームページにはですね、ベルゴロドのエネルゴマッシュの工場では石油ガスコンビナート用のパイプライン部品、火力発電所用のパイプライン部品などを生産していると掲載されております。つまりですね、ウクライナ側のドローンはロシア国内の石油ガス施設を攻撃、さらにはロシア国内の石油ガスコンビナート用のパイプライン部品製造工場も攻撃していることになります。つまりロシア側は国内の石油ガス施設に大きな損耗を受け、パイプライン部品製造工場も損耗を受け、ロシア国内で修理部品を生産することが難しくなってきている情勢の中、さらに西側の制裁で部品も入ってこない情勢に直面していると考えられます。ウクライナ側の関係者はロイターに、ロシアの経済力を削ぐため詳細に計算された戦略を組織的に実行していると述べています。この言葉はですね、ウクライナ側が1月から行ってきたドローン攻撃の経緯を振り返りますとすぐに理解できます。
1月21日未明、ロシア北西部レニングラード州の燃料ターミナルで火災が起きました。複数のウクライナメディアは1月21日消息筋の話として、ロシア軍に燃料を供給しているターミナルを破壊するためウクライナ軍特殊部隊がドローン攻撃を行ったと伝えました。タス通信によりますと、火災を受けターミナルを運営するロシア天然ガス大手ノバテクは施設の稼働を一時停止しました。ターミナルはロシア第二の都市サンクトペテルブルクから西に約120キロのウスチル学校に併設、天然ガスを石油製品に加工していました。このウスチル学校はですね、ロシア最大の原油輸出海上ターミナルです。さらにその後、1月24日深夜から25日未明にロシア南部クラスノダール地方にあるロシア石油大手ロスネフチの製油所で火災が発生しました。ウクライナ側のドローン攻撃によるものと見られています。このロスネフチ製油所は黒海にあるロシアの主要石油ターミナルでありまして、ウクライナ侵略前にはですね、年間200万トンの製品を生産し、そのほぼ全てが輸出用であったと報道されております。つまりですね、ウクライナ側はまずロシアの石油ターミナルの輸出用の玄関窓口を閉じることから攻撃を開始したことになります。その後、3月までの間にロシア国内の石油ガス施設15カ所を攻撃し、ロシアの石油精製能力の低下、稼働停止ということを起こしました。そしてさらにウクライナ側のドローンはロシア国内の石油ガスコンビナート用のパイプライン部品を製造する工場を攻撃しています。つまりウクライナ側のドローンはロシア国内の石油などの輸出用の玄関窓口、精製施設、部品修理工場というこの3点を狙い、ロシア国内の石油精製能力の低下、輸出能力の低下というロシア国内の石油のサプライチェーン全体を止める攻撃を行っていることになります。ロシアは3月1日から半年間ガソリンの輸出を禁止しています。製油所で修理が行われる間、精製量の減少と増大する需要のバランスを取るためとしています。そしてウクライナスカプラウダは3月15日ロシアでガソリンとディーゼル燃料の卸売価格が上昇し、卸売価格がですね、6% から 7% 上昇したと報道しております。ですので、今後さらにウクライナ側のドローンがロシア国内の石油ガス施設などを攻撃するということがありますと、ロシア国内の石油製品、ガソリンとディーゼルの卸売価格はさらに上昇する可能性、高騰する可能性も考えられると思います。こうした情勢は確実にウクライナ側のドローン攻撃がロシアの国家財政にとって極めて重要な石油エネルギー産業に大きな打撃を与えていることが顕在化し始めたと見られます。原油はですね、いくら取れても精製できなければ売り物にならないという側面があると思います。ロシアにとって大きな収入源となる資源が売れない、またはその精製能力が低下するということになってまいりますと、ロシア側としても継戦能力を維持することが困難になっていく可能性が考えられます。そして莫大な戦費が重しになり、ロシアの財政悪化ということも考えられると思います。ウクライナのこのドローン攻撃というのはロシアの経済情勢に大きな影響を与える可能性があるボディーブローになりつつあります。プーチン政権はウクライナの一連のドローン攻撃により石油などの燃料不足が発生する状況に直面する可能性があります。そうなった場合はですね、国内流通を絞り輸出を優先して戦費を賄いながらも国内の不満が高まるという情勢を選択するのか、輸出を絞ってですね、国内流通を維持し戦費が少なくなるという情勢を選ぶのか、この厳しい二択をプーチン政権は今後迫られる可能性が考えられると思います。こうした中、EU はロシアに対しまして次のような姿勢を示しております。 EU 7月にも凍結したロシア資産活用、運用益はウクライナ支援に。欧州連合 EU の執行機関欧州委員会は20日、ロシアによるウクライナ侵略を受けて凍結したロシア中央銀行の資産の運用益をウクライナへの支援資金に活用する枠組み案を公表した。運用益は2024年だけで最大約4900億円に上ると試算されている。
全加盟国が承認すれば、今年7月にも運用益の転用を開始する。欧州委によると、EU 内で凍結されたロシア中銀の資産は約34兆円に上る。そのほとんどはベルギーの決済機関、ユーロクリアが管理し、22年2月以降、約6300億円の運用益が出ている。枠組み案によると、支援資金への転用対象は今年2月以降の運用益。欧州委は9割を軍事支援に、1割を復興支援に充当する。これに加え、ベルギー政府は運用益などから徴収が見込まれる税金約2800億円のうち、約2500億円をウクライナ支援に回す方針だ。EU による運用益の活用と合わせた支援金は今年、最大約7400億円となる見通しだ。このように報道されております。これはですね、ウクライナ支援という意味においては、ウクライナにとって追い風であり、ロシアプーチン政権にとっては軽視できない情勢だと思います。ロシアプーチン政権によります、大義も正義もないウクライナ侵略への包囲網というものは狭まりつつあるように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す。このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき、誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。